そうですね、まあ、ジャパンチャンピオンシップ終わってからストリングスを伸ばそうと思って筋トレを重点的にやって、最近クロスフィットも、やり始めて体力も戻ってきてコンディションはかなり良くなったと思います。目標はですね、35歳までにセミファイナル行けることを目標に、今トレーニングに励んでいます。まあ、まずは去年の36位日本で36位っていう順位を超えられるように、あとはクォーターファイナルで、まあ、去年散々な結果あったのである程度結果残せるように頑張っていきたいと思います。私にとってクロスフィットはまず生活の、まあ、一部であり欠かせないものであります。まあ、最近、またやり始めたのでちょっとそこ価格には負けられないので3勝しっかり勝ってリーダーボードでも圧倒的さを見せつけようと思います。スーパースター超人は出てくれてる、カニさんの皆さんのためにもしっかり結果を残したいと思います。3年ぶりです。ここ1ヶ月ちょいクロスフィットをやって、すごい、まあ、楽しいですね。体重だいぶ落ちましたね。まあ、もともと90キロ近くあって89キロくらいあったんですけど、今もう83、4キロくらいまで落ちました。落ちたっていうか落ちちゃいました。まあ、クォーターファイナルに食い込めるくらいまで戦えればいいかなと思ってます。あとスーパースターのペイさんに勝ちたいと思ってます。まあ、大会ってなるとまた別物だと思うんですけど、まあ、その大会のクロスフィットはまた別物としてなんか人と競えるすごい楽しい競技だと思います。まあ、スーパースターのテレさんは今年じゃない去年ジャパンチャンピオンシップにも出場して、まあ、がっつりやってるので、まあ、多くの人がテレさん勝つと思ってるんですけど、それをまあ覆して、まあ、リーダーモードでも勝って1対1の1on1でも3連勝したいと思います。